皆様こんにちは。グローバル X ジャパンの安田です。この動画ではグローバル X 超長期米国債 ETF 為替ヘッジあり為替ヘッジなしについてご紹介いたします。これらの ETF は ICE US トレジャリー25プラスイヤーボンドインデックス円建て円ヘッジと同じ指数の円換算ベースへの連動を目指します。こちらは ETF のポイントです。当 ETF は残存期間が25年以上の米国国債、超長期米国債に投資する ETF で、為替ヘッジを行う銘柄コード 179A と、為替ヘッジを行わない銘柄コード 180A の2本があります。超長期米国債は特に株式との連動性が低く、ポートフォリオに加えることでリスク分散効果を発揮します。まず、米国国債について説明いたします。米国国債は償還期限によって大きく3つに分けられます。償還期限が10年以上の債券が長期債です。年に2回利息が支払われ、償還時には額面が払い戻されます。長期債は償還期限が長いため、金利変動による価格の変動が相対的に大きいのが特徴です。こちらは債券の価格と金利の関係を簡易的に表したものです。一般的に償還期限が長い債券の方が短い債券よりも金利の影響を大きく受ける傾向があります。そのため今後米国の金利が低下した場合、償還期限が長い超長期米国債は債券の価格が大きく上昇する可能性があります。債券投資の特徴である利回りについて確認します。こちらは米国国債の年限ごとの利回りの推移です。オレンジが30年、ネイビーが20年で超長期債にあたります。FRB、連邦準備制度理事会の急ピッチな利上げによって、足元は短期の利回りが長期を上回る逆イールドの状態になっています。しかし、長い期間で見ると超長期米国債の利回りは他の年限よりも高水準で推移しています。もう一つの特徴である価格変動について確認します。左のグラフはリーマンショック、右のグラフはコロナショックにおけるパフォーマンス推移です。それぞれオレンジが超長期米国債、水色が中期米国債、グレーが S&P500 で、薄いグレーの面は米国10年債利回りの推移を示しています。一般的に景気後退や地政学リスクの台頭など、市場の不確実性が高まった局面ではリスク回避の動きから株式が売られ、低リスク資産とされる債券が買われます。そのためこれらの局面では債券、特に市場金利低下の恩恵を受けやすい超長期債がアウトパフォームする傾向があります。グローバル X 超長期米国債 ETF では為替ヘッジのありとなしが選択可能です。為替ヘッジとは外貨建て資産に投資する際に為替変動リスクを回避する手法です。投資した時点から円高になると為替差損が、円安になれば為替差益が発生します。為替ヘッジを行うことで為替による損益の変動を回避できます。為替ヘッジを行う場合はヘッジコストがかかる点に注意が必要です。ヘッジコストとは理論的には米ドル短期金利と円短期金利の差になります。右のグラフは米ドル円の1ヶ月のヘッジコストの推移ですが、2022年から急速に上昇し、足元では 5% 台で推移しています。日米の金融政策の違いによって短期金利差が拡大したためです。為替ヘッジありとなしではどちらもメリットデメリットがあります。為替相場の影響を受けずに収益を求めたい方は為替ヘッジありを、為替による収益も期待したい方は為替ヘッジなしが向いているでしょう。次に当 ETF の魅力についてご紹介いたします。一つは売買の利便性が高い点です。当 ETF は東証上場のため、日本の株式市場が空いている時間に円価で売買できます。また低コストな点も魅力です。グラフは東証上場の米国国債 ETF における信託報酬の比較ですが、当 ETF の信託報酬は 0.1045% と
他の東証上場米国国債 ETF の平均値を下回っています。続いて対象株価指数のパフォーマンスについて確認します。こちらはネイビーが為替ヘッジありの対象株価指数、オレンジが為替ヘッジなしの対象株価指数です。水色は為替レートを示しています。2007年から2012年の円高局面ではネイビーの為替ヘッジありが上回っていますが、2012年後半から急速に円安が進んだ局面ではオレンジの為替ヘッジなしが逆転しているのがわかります。また2022年からは急速な円安に加えヘッジコストが急騰したため2つの乖離が急拡大しています。為替ヘッジありではヘッジコストが積み上がりリターンが低下する可能性があるため、長期投資の際は為替ヘッジなしが有効だと考えられます。次に当 ETF の活用方法についてご紹介いたします。こちらは各年限の米国国債指数の長期パフォーマンス推移です。オレンジが超長期債、水色が中期債、ネイビーが超短期債ですが、残存期間が長いほど高いインカムを積み上げることができるため長期的なパフォーマンスが良くなる傾向があります。また各年限の米国国債指数と S&P500 の相関を見たのが右の表です。伝統的に株と債券でリスクとリターンが異なるため相関は低いですが、中でも超長期債は他の年限と比較して S&P500 との相関が低いことがわかります。これらを踏まえると超長期米国債は米国株との分散投資に最も有効だと考えられます。こちらは超長期米国債と S&P500 を分散投資した場合のシミュレーションです。オレンジが超長期米国債 100%、 グレーの点線が S&P500100% で、薄いオレンジが超長期米国債 40% と S&P500 60% の場合、薄いグレーが超長期米国債 20% と S&P500 80% の場合です。株式と値動きが異なる債券を組み合わせることでパフォーマンスの振れ幅が小さくなります。また右の表はパフォーマンスを数値化した表です。リスクあたりのリターンを見ると分散投資の方が効率よくリターンを獲得しているほか、相場急変時の最大下落率も抑えることができています。以上より超長期米国債は米国株と最も値動きが異なるため、米国株中心に投資されている方のリスク分散先として活用いただけます。続いて対象株価指数の構築プロセスについてご説明いたします。米国国債を投資対象に記載の条件でスクリーニングします。スクリーニング後、時価総額加重でウェイト付けします。銘柄の入れ替え及び構成比率の見直しは毎月実施します。最後にグローバル X の米国債 ETF シリーズのご紹介です。超長期米国債 ETF のほかに、残存期間が1ヶ月以上3ヶ月未満の米国国債 T-bill に投資する2本の ETF、 米国上場のグローバル X 米国 T-bill 1、3ヶ月 ETF ティッカー CLIP と、東証上場のグローバル X 超短期米国債 ETF 銘柄コード 133A があります。 133A はCLIP に投資するため実質的に同じ ETF です。米ドルへの投資ポジションを取る際、外貨建て MMF や外貨預金と比較して流動性を確保しながら税制面でも管理がしやすく魅力的な選択肢となります。それぞれ決算頻度が異なりますが、どちらも少額から低コストで投資できます。詳しくはウェブサイトをご確認ください。グローバル X 超長期米国債 ETF は、残存期間が25年以上の米国国債に投資する ETF です。皆様の投資の一助となれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。